レジェンド・オブ・トゥモローは、ザ・ CW にて2016年1月21日から放送されている、はみ出し者のタイムトラベラー集団、レジェンズの活躍を描く実写テレビシリーズ。アロー、アローとザ・フラッシュ、フラッシュのスピンオフとして制作された、アローバースの一作品で、DC コミックスが原案となっている。なお、レジェンズは番組独自の要素であり、コミックスには存在しない。 2015年1月、アローバースの制作を統括するグレッグ・バーランティより、アロー、アローシーズン3に登場したレイ・パーマー、アトムを中心とする番組として企画が明かされた。2015年2月、番組が、レイ・パーマー、アトム役のブランドン・ラウスのほか、ウェントワース・ミラー、ビクター・ガーバー、ケイティ・ロッツなど、アロー、アローと、ザ・フラッシュ。 フラッシュの出演者らによるスーパーヒーローのチーム作品であることと、テレビシリーズにまだ登場していない3名のメジャーな DC コミックスのキャラクターが登場することが報じられた。2015年3月、番組のタイトルは依然として不明であったが、オーディション情報から新キャラクターの設定が一部明らかとなり、物語にタイムトラベルが関わることが判明した。また、アロー、 アロー主演のスティーブン・アメルより番組が2016年初頭に放送されることが伝えられた。2015年5月7日、DC ・エス・レジェンズ・オブ・トゥ・モローとして番組が正式発表された。ありがとうございます。